はい、こんにちは。金子でございます。ということで、今日なんですけども、とある企画をやりたくて動画を回しております。その企画とは、変な魚おじさんに1万円渡したら、どんな魚買ってくるの？変な魚おじさんって、毎日市場に行って、競りに参加して魚を落としてるんですよね。長年、いろんな魚を見てきてるわけですよ。なので、そんな変な魚おじさんに1万円渡して、これで最高のお魚を買ってきてくれっていう風に言ったら、一体どんな魚を買ってきてくれるんだろうか、検証していきたいと思います。じゃあ変な魚おじさんに1万円渡しに行きたいと思います。行ってきます。なんだ、俺の小遣いだ。小遣いどうぞ。違うんですよ。何？違いますよ。その1万円で一番いい魚買ってきてほしいの。あ、一番いい魚。一万円で買える一番いい魚。一万円を使って、まあ、それまでで買える魚で一番いい魚。そう。でも一番いいやつ、ちょっと言わせてもらって、うん、俺だとさ、競りでさ、うん、一匹で買えんじゃん。うん、だから、ちょっと助っ人に頼むとか、そういうのもあり。もうそれは何でもありです。あり、はい、何でも。あ、じゃあびっくりさせた。本当に。本当に。楽しみにしてます。じゃあ、また今度。はい。おい、宅急便です。あれから2日経過しまして、はい、持ってきてくれたんですね。そうです。もちろんもちろん、すごくいいのが入ったんでね。じゃあ何だろう。何だと思う。夏といえば鈴木世界。はい、あんた早いな、答えが。おい、じゃあいきますよ。はい、どう。やっばやばいだろう。マジで、うん、どういうことかというと、とにかく横幅がすごいっていうデブッチョな鈴木なんですよ。で、鈴木はもう夏が旬。これはいい魚だなぁ。ありがとう。はい、じゃあこれをね。ありがとう。ありがとう。はい、じゃあこれを、ありがとう。喋り合えんだろっていうの。はじめさまして、本日の食材がこちら、鈴木。っていうことでね、変な魚おじさんに1万円渡したら、こんなに立派な鈴木買ってきてくれました。夏の鈴木は本当に脂が乗って美味しいんですよ。もちろん個体にもよるんですけど、ただこの個体はめちゃくちゃいい個体で、仕入れで1万円なんで、これ普通に店で買おうとすると2万円から3万円します。まあ、本当このレベルの魚は高級な回らないお寿司屋さんに行くレベルの魚ですね。というわけで、まだね、締めたばっかで身がプリプリなんですよね。ちょっと寝かして食べた方が旨味が出て美味しいと思いますので、一度鱗とヒレ、内臓、頭全部取っちゃいます。はい、では鱗取っていきます。僕いろんな鱗かき使ってきましたけど、この形状の鱗かきが一番使いやすい。大型の魚も小型の魚もすごく綺麗に取れるような気がします。面白いぐらい取れる。で、スズキトゲがほっと鋭いんで、これマジで気をつけてください。鱗取るときもこう根元持ってガリガリやるんじゃなくて、できるだけ鱗かき遠いところを持って、ここにトゲがあるんだっていう風に意識しながら鱗を取ってください。裏側も落としていきます。はい、鱗がある程度取れたらブラシで仕上げていきます。そしたら次はこのヒレというヒレを落としていきます。ハサミで落としていきます。はい、危ないヒレが全部取れました。そしたら今日はカマを残して頭を取っていきます。カマの上から1本入れて、でエラに沿って包丁入れ、で頭を落とします。こんな感じですね。そしたらお腹を押さえていきます。さあ、内臓はどうだ。すっげえ、見てこれ、内臓脂肪バチバチ。これ全部油ですよ。こんなに魚体が大きいのに卵もこんなにちっちゃい。卵に栄養が持ってかれてないんですよ。そしたらここに浮き袋がありますんで、これを取っていきます。これね、手で取れます。そしたらブラシで血合いを落としていきます。きれいに血を取ります。はい、血合いもきれいに取れましたら、水気をしっかりと落としていきます。このお腹の中もしっかりと水気を切る。
そうしたら本当に軽く塩をかけていきます。こうすると程よく魚の水分がきれいに抜けて上手に熟成できる気がします。熟成は本当にいろんなやり方があると思うんですけど、これが一番僕は好きかな。簡単だし。そしたらお腹に、お、まだ動いてる、ほら動いてる動いてる、ほら、こう塩かけることによってまだ筋肉が生きてるからプリ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 動くんですよ。それだけ新鮮ってことです。でここにしっかりとペーパーをかわします。そしたらペーパーでぐるぐる巻きにします。そしたらサランラップで空気から遮断、できるだけキュッと。ではこれで2日から3日ほど熟成させます。2日から3日後に移動。そしたら3日間経過しました。揚げていきましょう。こちらが3日間熟成させたスズキになります。いい感じに油が回って美味しそうです。そしたらおろしていきましょう。下に1本、上に1本、でスズキはこうしてここまで包丁を入れたらビビビッと引っ張っちゃえば簡単に剥がれますんでね。うまそうな身してますね。はい、そしたらこっち側も下ろしていきます。下に1本、上に1本、こんな感じですね。そうしたらこっち側は単純に落として変な魚おじさんとご近所さんに配ります。で今日はこちらを料理していきたいと思います。今日こんなにいいスズキ入りましたので素材の味をダイレクトに楽しみたいなということでお刺身と水炊きでいただきたいと思います。そうしましたらまずは腹骨を落としていきます。カマを落として腹骨をすきます。油がすごいんで包丁にも油がぎっとりつきますね。そしたら血合い骨を除去していきます。じゃあ背中の方を水炊きに、お腹の方をお刺身にしていきます。じゃあ水炊き用に切り身にしていきますね。このぐらいの大きさに切っていきます。切れました。そうしたらこちらのお腹の方を皮引いていきます。引けました。そしたらまずは水炊き用を盛り付けていく。次は刺身。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。まずは水炊きを作っていきましょう。昆布だしの中に切ったスズキの切り身を入れていきます。で、こちらのカマもついでに入れちゃいます。で、煮立ててる間にポン酢の用意をしていきます。今日はこちら、アサヒポン酢でいきます。たっぷり入れて、で、そこにネギ、もみじおろし、こんな感じ。では火が通ったと思いますので、ここら辺をポン酢につけていただきます。超うまいんですけど、これ身がふわふわで口の中入れた瞬間広がりますね。で、この皮目がめちゃくちゃ美味しいですね。
まっ。わ、こんな美味しいスズキ食ったの俺初めてだわ。わさびをちょっとつけてお醤油につけます。いただきます。うまっ。大人な白身の味ですね。養殖の鯛並みに脂は乗ってるんですけど、上品な脂なんですよね。こう脂がサラサラしてるというか、これはうまいわ。醤油つけてご飯に乗せていただきます。うまっ。はい、ということで今日はこちらのスズキの水炊きとお刺身できましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、ギロのやつ。本日は休館日でございます。アルコールフリーでいきます。はい、こちら7対3ですね。いただきます。贅沢な夜食だ。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は超高級なスズキを水炊きとお刺身にして食べてみましたけども、めちゃくちゃ美味しかったです。まあ、間違いなく人生で一番美味しいスズキでしたね。日向坂のおじさん、ありがとう。で、あのスズキを買って締めたりだとかしてる動画は概要欄にある日向坂のおじさんのチャンネルでアップしておりますので、そちら気になる方はぜひぜひご覧ください。ということで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。